はい、皆さんこんにちは。大学院生のしほぬです。だいぶね、ご無沙汰していました。私は看護の大学を卒業して、で看護師の資格を取って、そのままね、大学院に進学しました。で、進学しますってところまではね、動画出してたんですけれども、大学院生活について全く動画を出せていなかったので、そのことについてね、皆さんに共有したいなと思っております。大学院に入ってね、本当に良かったと思っているんですけれども、情報発信してなかったってことは本当に大変なんじゃないかとか、後悔してるんじゃないのみたいな思われた方もいると思うんですけど、いや、そんなことはないですよっていうのをね、この動画でお送りしたいと思います。私は今ロンドンの、UCL の寮にいます。英国の語学留学に関しては他の動画でね、いろいろ出そうと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、今は大学院1年生、まあ、いわゆる M1 の夏休みになっています。夏休みは2ヶ月間もありまして、そうですね、だいぶありますね2ヶ月って長い。で、私はこの2ヶ月間の夏休みをうまく活用したいと思って、今回はね、英国留学に来たんですけれども、他にもね、いろいろチャレンジしてる人がいて、すごいなと思ってます。例えばね、統計検定を友達は取りたいって言ってたし、あとはインターンをしたいっていう友達もいました。大学院生ね、いろいろ挑戦したいこと、大学のうちにはできなかったけど大学院ではやりたいって思ってること、いろいろ挑戦できるいい機会だなと思っています。私もね、大学院生になって大学ではできなかったことをできるようになりました。なんで大学ではできなかったかっていうと、看護師資格がその時はなかったんですね。今は看護師資格を取って、で、その免許をね、活かして活動することができています。例えばね、 M1 の春の5月ぐらいから、医療的ケア時の訪問ケアの仕事とか、あとは障害を持つ方の夜勤のアルバイトだったりとかをすることができています。大学院の授業とうまくね、やりくりして調整して、そのシフトを入れてもらうことができていて、で英国留学のうちも、そのちょっと長い期間ね、1ヶ月半ぐらいお仕事に出れない時も、その事前にね、お願いして調整していただくことができました。本当に感謝しています。でね、その時なんで看護師資格を、直接看護師として働いてないのに看護師資格を活かせてるっていうかっていうと、その介護とか、そういう看護のお仕事って、なんかいろいろグレードみたいなのがあって、ここまでだったら看護師の資格なくても OK ってところとか、あとはここ以上だったらちょっと看護師資格がないといけない、でその間だったら研修受けたらいいよみたいなグレードがあって、で私は看護師資格を持っていたら、そのグレードをね、なんかちょっと上に行けるっていうのがあって、ですぐにね、初任者研修とか受けることなくすぐに働くことができたので、看護師資格取ってよかったなというふうに思っていました。ということでね、一番ね、夏休み頑張りたいと思っていることはもちろん語学留学なんですけれども、でもね、私いろいろ多重課題を持ちたいと思っている人で、一つのことだけじゃなくていろいろやりたいって思ってる人なんですね。この動画とかこの動画とかであとこの動画とかでいっぱい挙げてきたんですけれども、看護の学部は卒論必修じゃないのに、私は卒論書いてきました。それがね、とっても大変だったんですね。で、なんで大変だったかっていうと、その4年生の時、特に看護学生は国家試験の、勉強が迫ってて、それがね、ちょっと意外と大変だったんですよ。私は看護師国家試験っていうのをちょっと甘く見てたのかなと思ってて、で、卒論と看護師国家試験っていうのを並行するのがすごく大変でした。私はね、結構早く先取りしたい人なんで、今回ね、修論もあの反省を生かして早く取り組みたいと思っています。修論のネタっていうか、それが見つからなかったとしたら、もう卒論のものをそのままね、アップグレードしてそのまま研究したらいいやって思ってたんですよ。けどね、今回は新しい題材に取り組むことになりました。理由としては2つぐらい理由あるんですけど、1つは新しい題材のデータが降ってきたことデータをね、いただいたんですよね、偶然。なので、それをちょっとやりたいなって思っています。
それがちょっと医師の働き方改革に関することになっています。でもう一つの理由が、そのね、今までやってきた研究っていうのは卒論で優秀賞もいただいて、で金賞もいただいて、なんかちょっとそこでやりきった感があって、でそれをアップグレードするっていうのは修士でやんなくても個別でできるわって思ったんですね。で実際国際学会に、あのアジアのね大会に発表するために査読出したら、そしたら通って、で発表することになったんですけど、実はなんか論文とかって重複、同じものを2回論文出したりとか、そこで発表したものをもう1回あの論文に書いてしまったりとかしたらいけないっていうルールがあるので、発表するかその投稿論文にするか、まあ、グレードは投稿論文の方が高いので、今回は英語の国際学会で発表するっていうよりも日本で投稿論文をグレードを上げてやるっていうのを選択しました。修論はね、違う題材を今回はやることになりました。私もね、入ってから知ったことがありまして、それが倫理審査委員会、研究倫理審査っていうのがありまして、結構大変なんですよね。私はこの倫理審査を出すために、そのデータを取るで前に倫理審査を出さなきゃいけないので、倫理審査っていうのについてちゃんと講義を受けて勉強して認定証を取って、そこまではやりました。認定証もあの M1 の6月にはもう取って、私はねもう本当に先取りしたい人なんで、早めにね終わらせることができました。でじゃあ倫理審査頑張って出すかって思ってたんですけど、今回ちょっとホッとすることに、私の研究は倫理審査の対象にならないということで、人を対象とする医学研究のこのあの倫理っていうものの枠には入らないっていうので、まあ、ちょっとね、あのラッキーなことに倫理審査を通さなくても、あの早めに修論に取り掛かれるというふうなことになって本当に安心してます。私今 M1 なんですけど、この1年後、丸1年後 M2 のこの夏は多分皆さん分析だったりとか、あとはそのもう文章にしていく段階なんですよね、きっと。私はそれをもう始めたいなと思っています。M1 のこの夏の期間って教授、指導教員を決める段階なんですね。でじゃあこれからスタートしましょうかっていう話なんですよ。でも私は大学からそのままストレートで進学することができたので、そこのすり合わせっていうか、私と教授とのその相性とか、あとは教授が研究していることと私が研究したいことがマッチするかどうかとか、そういうのを考える期間がごっそり抜けて、早速ね取り掛かることができています。はい、ということで私はあの終始こういう感じで生活しております。ちょっと憧れみたいなのがありまして、英語でね修論を仕上げたいと思っております。まあ、理由としては卒論を日本語で終わらせちゃったっていうのがあって、なんか英語で終わらせる人かっこいいなっていうのがありました。あのね、まあ、理由ももう一つあって、その私は博士にちょっと進学したいんですけど、その博士が日本国内じゃなくてちょっとあの英国圏とかに進学したいなって思ってるんですね。なので修論をじゃあ見してとかって言われた時に日本語だけだったら多分なんか見せられないんですよ。進学したいと思っている外国の博士の教授に日本語の論文見せたって何もならないんじゃないですか。だから見てもらえるように、その自分はこういう研究をしてきましたっていうのを英語でねちゃんと示したいと思っています。なんかね、英語で修論書くの当たり前だよって思ってる人いたらなんかバカにされそうなんですけど、私のところは全然義務じゃないので、でもね私は今回あのそこをね目指して頑張りたいと思っております。あの卒論頑張ってる方、そして修論頑張ってる方、一緒に乗り越えましょう。留学の動画とかもいっぱい出していきたいと思っていますので、ぜひ楽しみにチャンネル登録してね待っててください。ということでバイバーイ。